い、こんにちは、山城と申します。さあ、今日はですね、そうだ、YouTuber になろうの第2回ということでですね、具体的にね、これからどうやって、どういうふうにやっていくかということなんですけど、今回の動画でまずね、チャンネルを解説してみたいと思います。最悪、最後の後ね、チャンネルさえ解説してしまえば YouTuber と言えなくもないですからね、で、そこからね、詳しいいろんな動画の投稿の仕方については、後々やっていきたいなと思っております。ということで、ね、とりあえず今日の動画でね、チャンネルを作りましょうってことでね、私もね、実際に今から新しいチャンネルをね、立ち上げてみたいと思います。ちょうどね、うちのチャンネルもね、ちょっと切り抜き用のチャンネルね、作っとこうかなということになりましてですね、それ用のアカウントを作ってみたいと思います。では実際にやってみましょう。さあ、ということでですね、YouTube にやってきました。まあね、ちょっともう私がね、やっちゃってるんでね、私のアカウントのやつで入ってますけど、新規で作るのでね、ちょっと一旦ログアウトしてね、それで対応していきたいと思います。ログアウトをしますと。で、そうすると、新規のね、画面で、多分、一般の人は、一般の方、はデザインがこっちかな、ライトモードかな、こっちの方が、見られた光景になりますよね、なんでちょっとライトモードにしてね、やっとくと思います。私ちょっと普段はね、目がね、やっぱ、に優しいよってあっちでやってますんでね、ダークモードにしてますけどね、ちなみにね、シアン用って方はね、ここのところデザインっていうのでね、変えれます。ダークモードっていうのにすると結構目に優しい感じになりますんで、おすすめですよと、いうことですけどね。まぁ、ちょっと説明にはライトモードの方がいいかな。ではね、やっていきたいと思います。で、新規で、作る場合ですね、まずログイン、しましょうってことなんですけど、まぁね、一回でログインしてるとこんな感じで、簡単にね、アカウントが出てきますんで、あれなんですけど、今回の場合はね、新しく、作りますんで、別のアカウントを使用します。で、アカウントで、ね、持ってる方はこれで、ね、そのままログインしてしまえば、できるんですけど、まあ実際にね、Google アカウントまだ持ってないよって方もいると思いますんでね、そういった方のために今回は新しくアカウントを作ってみようと思います。ってことで、自分用か、ビジネスと管理用でですね、私の場合は。もう自分用のやつを持ってますんでね、一人二つ持ってるとあれですからね。ということで、これは、ファーストネームじゃなくて、セカンドネームから入れたらいいのか。山田から入れたらいいみたいですね。漢字でも大丈夫だと思います。で、メールアドレスは、他に新しい G、ね、E メールアドレス既に持ってるって方でしたらね、いいんでしょうけど、いやー、持ってないからなーっていう人は大丈夫です。新しい Gmail アドレスを作成すれば大丈夫です。ということで、ここで Gmail のアドレスを作っておきましょう。で、何にしときましょうかね。さあ、ということで、今回はね、一応さ、ちょうどいいやってことでね、スターステーズのね、ステラジね、ラジオ放送やってるんでね、それのメールアカウントね、の用のやつを作っておきましょう。あ、これはもうダメか。Gmail はダメか。まあ、なんちょっと、趣旨を変えましてですね、内々連盟用の Gmail のアドレスでも作っていきましょうってことで、内々アライアンス、@gmail.com ってことで、ね、で、パスワードは、任意でね、これはもうね、任意で自分設定すればいいですからね。さあ、それで、パスワードの確認用とね、同じやつを入力したら、それでできますよと。で、そうすると、電話番号をね、アカウント設定のために使用しますってことで、電話番号を入れても大丈夫ですけど、さすがにちょっと、モザイク入れておきますけどね、私の電話番号書いちゃいますんでね。で、再設定用のメールアドレスは、まあ、要は、普通のね、アカウントを持ってる方はあれですけど、まあ、今回はもう Google の、メールアカウントだけやりますね、ここは外しておきますんで。と入力したら、いけますよというわけですね。生年月日と、性別は、なんていうんですかね。まあ、まあ、企業の場合は指定しないという方法もありますからね。まあ、一応、私は男性で入れておきましょう。で、利用規約がずらーっと出てきますので、これをね、ちょっとしっかりと、読み込んで、ということで、まあ、同意したら始まってきます。これは、要は、Google メールとかね、そっちの方の、あれですね。設定が完了しましたよということで、これで、
Go としますね。これで今、新しい Google の Gmail のアドレスができました。で、これをコピーしときます。何々アライアンスの、よいしょ。やつで作っといて、で、そうすると、もうね、ログインが、できてますんで、こんな感じでね、今ちょっと私本名でやったらね、ここに本名が入ってますけど、これでチャンネル作成を押せば、できます。で、今ね、本名で名前登録したんで、今はね、個人名のやつになってますけど、これを、チャンネル名のね、自分の、チャンネル名に、変えることができます。なんで今回はスタッフのね、切り抜きチャンネルにしますね。で、よくあるサムネイルの画像ですね。私の場合は丸いね、サイエン君っていうマスコットキャラクターを使ってますけど、今回はどうしようかな。まあ、自分でね、作ったやつでもいいです。別にそれこそ写真撮ってきたやつをそのままね、流用するっていうのも手です。うちの場合は、いつものごとくのね、サイエン君を持ってきて、切り抜きですからね、ちょっと一部にしましょう。顔の一部ぐらいをね、切り抜きにして、これをうちのアカウントにしましょう。これをアカウントとするわけですね。切り抜き感出ましたね。よし、大丈夫ですね。切り抜きでチャンネルを作成。すると、ちょっと時間を置くと、はい、できました。もうこれであなたも YouTuber です。簡単でしょ？で、ここからね、ちょっと細かい、こととかやろうと思うと、ちょっとプラスアルファが出てきます。変な話でもう、もう動画をね、あとはもう作ってあって、あげるだけっていう場合はこれですし、もうあとはスマホでもね、ほぼ、要は、押すね、画面のちょっと設定が消えますけど、YouTube のところからね、あんな感じで、やったれば、基本的には同じ流れでできますので、簡単に登録できますのでね、ぜひ作っていただいたらいいんじゃないかなと思います。で、いうので、できました。スタイルステーの切り抜きチャンネルでね、できましたんで、とりあえずこれでね、あとは動画のアップロードとかはまだ別の動画に、しようと思いますんでね、そんな感じでやっていきたいと思います。先にあれから15分以上の設定の仕方をやった方がいいのかな、そのあたりとかもやってみたいと思います。よろしくお願いします。以上です。ご視聴ありがとうございました。